これはね、質問が多いんです。ダメですよってうちの先言ってますからね。初心者がやっぱり使ってほしい画材ってあるんですね。それはね、はい、皆さんこんにちは、柴崎です。お元気ですか？よかった。柴崎もおかげさまで元気にね、絵を描いてますよ。今回はね、いつもと少し思考を変えて、皆さんからお寄せいただいた、まあ、いろいろなご質問にお答えするというコーナーを行ってみたいと思います。はい、まるちゃん、ちょっと待っててね。まあ、今までもですね、前にね、その都度、まあ、ご質問答えてきたんですけども、それでもね、YouTube とか、TikTok、また Instagram、ね、そういう方向から、それ以上にね、いろいろなご質問をお寄せいただいてるんですね。それがだいぶ溜まりましたので、今回はそれを、まあ、まとめてって言って変ですけどね、できる限り、まあ、お答えするという考えです。まあ、でもちょっとお断りしておきますけど、これあくまでも柴崎の試験ですからね。だから、まあそういう点でね、少し、こう、ちょっと割り引いて、まあ聞いてくださいね。はい、まなんちゃんの尻尾です。ちょっと待ってね。皆さんお答え、お前もなんか質問ある？大丈夫。はい。それでは、早速、行ってみましょう。さあ、それではね、まずね、なんていうの、資産っていう方からのね、ご質問です。柴崎さんの絵を買いたいんですけども、どうすればいいですか？というご質問ですね。まあ、もちろん柴崎は、まあ、いろいろな機会に絵を売っております。ね。で、まあ、資産は、多分、こう、ね、こうやってお聞きしてるんです、くれたんだから、まあ、YouTube とか TikTok とかね、そういうところで柴崎の絵をご覧になったんだと思います。それはね、まあ、今回の動画はもちろんですけども、その他ね、今まで出した動画の紹介欄の中にね、メールアドレスがね、あります。そこにちょっと、問い合わせてくださいね。そうしますと、柴崎から直接お答えね、差し上げますので。はい。ということで、柴崎は絵を売っております。はい。では、二つ目ですね。トンマさんっていうね、とても面白いですね、皆さんの名前が。プロの画家になりたいんですけど、どうしたらいいですか？という質問ですね。プロの画家。もちろん、プロと称するのは、画家だけないですよね。音楽やる方でも、スポーツやる方でも、必ずプロとアマチュアってあると思います。どこが境目なのかっていうのは難しいですけども、まあ、プロと称すると、まあ、それを一つの生業として、いや、仕事として、まあ、そこで、お金を稼ぐというのが、まあ、プロだと。まあ、いうことですよね。ですから、トンマさんもね、まずは、俺はプロなんだと名乗りましょう。ね、名乗らなければダメだから、俺はプロだぞ。まず自分に名乗る。俺はプロで行くぞ。で、人にも、私はプロの絵描きですよって言いましょう。そして、何かあった時には、その報酬としてお金をいただきましょう。それわずかであっても、そうすることで、あなた、ね、トンマさんは、プロの画家としてスタートを切るんですね。はい。さて、YouTube や TikTok、あ、待って、これは何だ？松風かもね。ローマ字読みしていいのか、英語読みしていいのか難しいね。松風さんかな。ね、YouTube や TikTok を始めることに不安はなかったですか？っていうことですね。全然なかったです。なんていうかな。だって、
柴崎絵描くのは好きですからね。それを YouTube というもので、世界の方に絵を見ていただけるっていうね。その楽しみ、ね、喜び。それが一番大きかったですね。自分の絵が皆さん見ていただけるっていうことですもんね。全然不安なかったです。まあ、その YouTube でね、なんかこう、なんて言うんだろう。人気をね、得たいとか、お金をたくさん稼ぎたいとかっていう人だと、それはできるかしらっていう、そういう不安があるでしょうけど、柴崎は始めた動機ってのはそうじゃないですから。ね、絵を見ていただけるっていうことですので、喜びだけで全然不安なかったですよ。あなたもそういう感じで始めてみたらいかがでしょう。ね。それから、全然今度話は違うの。桜井8803。どうやったら、マロンちゃん舐めたよ、舐めたら。どうやったら色ムラをなくすことはできますか？色ムラ。これ透明水彩のことでしょうね。まあ、透明水彩っていうのはこうね、塗ると、ね、比較的早く乾くんですよね。で、次の絵の具を乗せると、ね、前の絵の具がこう剥がれてしまったり、あれは重ねたところはこう綺麗に重ならんなんとかしてね、確か無駄になるっていうことです。だから、そこね、柴崎実は YouTube のね、基礎編で、フラット塗りとかね、綺麗に塗るにはどうしたらいいかとね、そういうのをアップしてありますから、ね、そっち見てください。もう柴崎はね、水彩の具がこう使ったら、あなたはこううまくできないでしょう。それはこうやったらいいんですよってのをたくさん出してあります。そこを見てもらうといいんだけどね。まあ結論として、まあもっと綺麗に塗りたいのはわかるけどね。でもこの色が無駄になるというのも、水彩の具のこの逆のいい面の特徴でもあるんですよ。だから、色ムラになっちゃうのが悪い悪いと思わないで。ただ、色ムラをなくしたいって思ったら、ちょっと柴崎のね、動画、ちょっとチェックしてくださいね。はい。次。次はね、リオンさん。リオンさん。一つの絵が完成するまでに、大体何時間ぐらいかかりますかって言いますかってこと？柴崎はね、絵描くの早いんですよ。自分じゃないけど、早描きです。皆さんたちに YouTube でお届けしてるのは、大体 F65 ぐらいの大きさですね。F65 ですから、これよりももう一回り大きいやつですね。1時間前後だと思ってください。ね。もうちょっと時間かかるもあるし、もうちょっと早いのもあります。というのも、いつも YouTube の中でお話している通り、水彩のね、一番大事なことは滲みです。だから乾かないうちに描くという作業がね、必要になってくるんですね。そうするとおのずかスピードが要求されます。F6、1時間前後で書くのかなっていうような感じですね。はい。次が、漆さんっていうね、漆さん。実際に色と違う表現をするための色選びのコツはありますか？実際の色とは、なんか四五が抜けてるから、なんだか、何々の実際の色。例えば緑の木の葉っぱが実際緑だけど、それと違う表現をするための色選びのコツというような意味ですか？もしそうだったら、これも柴崎 YouTube に載っけてあります。これも見てほしいんだけど、もし緑の木の葉っぱをね、塗りたいとき、もちろん緑の色を塗っていいんですよ。でも漆さんはそれじゃ満足できないんだね。そうしたら、じゃあ緑を作るには何の色と何の色を足したらいいんだろうって、まず考えましょう。と、基本的には黄色と青ですよね。そしたら黄色を塗って乾かないうちに青を足したら上と上とで混ざると緑になるし、から黄色を塗って乾かしてから上から青を重なれば重なったとこは緑になります。その時また上からもう一回黄色を重ねれば、今度は黄緑になるし、もう一回青を重ねれば、もっと今度は青緑になったりね。そうやって変化するんですよ。
それからもう少しイメージを膨らまして、いや、ここは紫っぽくても大丈夫なんだとかね。そうやってほら、膨らましていきましょう。ね。柴崎さんのオリジナルグッズはありますかっていうね。まあ、まあまあキングさん。それがね、ないんですよ。柴崎もね、まあ、絵を描くのに一生懸命でね、そこまで頭は回らなかったです。でも今、このね、まあまあさんの、このご意見を、というか、ご質問を読んでね。まあ、そのようなご要望がね、まあ、皆さんたちに非常に多いんであれば、なんか考えてみようかな、ともちらっとこう浮かびかけてます。ですので、そんなグッズが欲しいよっていうね、こんなグッズいいんじゃないですかとかね、いろいろご意見がありましたら、ね、このコメント欄に、ね、じゃあ、皆さんのご意見、ご要望、お待ちしてます。それで、柴崎、できるかどうか考えてみたいと思います。はい。次。マロンちゃん、今ね、ここで、柴崎が絵を描こうと思ったら、綺麗なお水飲んでるんですけど。喉乾いたの？はい。モイさん。モイさんからね、初心者におすすめの筆はありますか？という質問です。これはね、質問が多いんです。本当に。なんかね、まあ、誰でもそう思うのかな。ね、あのテニスプレイヤーのね、あんな上手に言うから、あのテニスラケットを買ったら私もうまくできるかなって思うよね。うん、その気持ちよくわかる。で、柴崎がね、これなんだけど。ね、こうやって書いてると、あの筆さえ手に入れば、これをまたがって空も飛べるぞと思うでしょ？そうかもわかんないんだよ。うん、それには練習もしてたけど、でもね、やっぱり、ね、初心者がやっぱり使ってほしい画材ってあるんですね。それはね、やっぱり柴崎の今までの YouTube のこの画材編にちゃんと紹介してあります。こういう筆がいろいろありますけども、初心者は絶対これですよって柴崎言い切ってますから。そっち見てください。初心者の人はね、大概間違ってこんな筆使ってるけど、ダメですよって柴崎言ってますから。ね。誰だっけ？おすすめの筆。ね、モイさん。面倒でもね、ちょっと、ね、柴崎の動画探してみてくださいね。筆のこと、筆、触れてありますよ。何回も言ってます、柴崎は。はい。マロンちゃん、わかってる？筆のことですよ。これも筆です。はい。次。いつから絵を描いてますか？佐久間さん。いつから絵描いてますか？もう柴崎は小さい頃から絵が好きだったからね。もう5歳ぐらい、3歳ぐらいか分かんないけど、ずっと絵は描いてるんですよ。でも、本格的に絵を描いたのはいつからっていうこと？でもその本格的絵ってのはいつからのこと言ったらいいのかな？もう長いです。うん。柴崎の人生を大半絵を描いた人生です。ねえ。まあ何でもそうでしょうけども、まあ可能であればね、これはバロンちゃんダメだよ。可能であれば、ものを続けるってことは大事かと思いますね。ほら、マロンちゃんダメ。でね、やっぱり、まあ、柴崎の、これも、私の持論ですよ、これはね。正しいかどうかわかんない。やっぱり、あのね、この絵を描くってのもね、筋肉運動じゃないですか。こうやって、手とか指とか目ん玉とかね、いろんなとこ動かして描いてるわけですよね。それで脳みその中もこれも、まあ、筋肉かどうかわかんないけど、まあ、そういうもんですよね。そういうものをフル数として絵を描くわけです。で、筋肉っていうのは、使ってると余計よく動くようになるわけですね。使わないと衰えるわけです。ということは、やっぱり頻繁に絵を描くとね、だんだんやっぱりね、自分の思ったように少しずつなっていくんですね。だから、長く、たくさん描きましょう。でも長くたくさんやるためには、楽しくなきゃね。だし、柴崎いつも楽しそうにやってるでしょ？というわけで、柴崎は長く絵を描いてます。しかもそれを
楽しんで書いてます。あまり深く考えないね。うん、楽しんで書こう。はい。最近水彩画の YouTube チャンネルが増えてきましたが、それについてどう思いますか？チャカさん。ね。チャカさん。ええ、いいことですね。もう、もちろん。そうだよね。ねえ、たくさんお仲間増えていいことです。まあ、柴崎も、あれなんて言ったっけ？ほら、アメリカのあの、アブレで書くね。まあ、ボブロスさんね。最初 YouTube 出し始めた頃ね、なんかね、ネットの世界で、柴崎は日本のボブロスさんって書かれたことあるんですよ。それから登録者がバッと増えまして。ねえ、柴崎もボブロスさん、若い頃見てました。ね、まさかあんなことを自分で言えやると今思わなかったんですけども、またね、まあ、柴崎のを見たかどうかわかんない。うん、何の影響かわかりませんが、柴崎と同じように水彩画のね、YouTube やる人が増えてきたってもうなんだっていいことです。たくさんの方がいろんな情報を出して、またその中でお互いに切磋琢磨して、ね、レベルを上げていけるってのは素晴らしいことだと思うし。そういうエネルギーが大事ですね。はい。さくらんぼさんね。描いた絵ってどうしてるんですかって。興味あるでしょ。描いた絵はどうしてるんですかって。まあ、あえて誤解を恐れず言うと、捨てちゃいます。それ言ったらね、怒られたら、もったいないとかね、物粗末するとか。っていうか、そうじゃないんだよ、柴崎の中は。いつもこの中をね、新しいもので満たしたいんですね。ええ。だからあんまり古いものに、自分の今までの作品にあんまりこだわっていないんですよ。もちろん、ね、全部手出しないで、もちろん撮ってもありますけども、ね、基本的には柴崎は、描いた絵はもうあんまり未練がないっていう感じです。はい。それから、うん。次。ナイスビューさん。あ、ビ、ナイスビー？あ、違う。違う。ナスビーさんだ。ごめん。ナスビーだ。カタカナ難しいな。絵を描くときに、どこに意識して描いているか教えてほしいです。絵を描くときに、どこを意識して、うん。唯一頼りになるのは、こんな風に描いてみたいなーって頭の中でこう浮かんできたイメージですよね。そこを大事に、それに向かって突き進むように絵を描いてます。まあ、柴崎はね、絵を描くっていうのは、まあ何でもそうですね。オリジナルものを作るっていうのはね、面白いけど難しいんだよね。だって、初めてやることだから。同じ題材の絵を100枚ずっと描いてれば、慣れるって、ね、慣れて上手になるでしょうけど、一点生産ですからね。初めて書くんですか、それ。次。え？あ、なんて読むんだろう。普段詞？なんか腐ったという字に、男の子って書くんですけど、普段詞ですか、うん、もうちょっといい名前考えなさいよ。ちょっと、自分の名前だから。普段詞さんでいいわ。はね、黒色は使わないんですか？使っていたらすいません。使います、黒色。ね。柴崎は、まあね、いろんな講座でね、いろんな方を教えていって、もういろいろな生徒さんがね、いろいろな先生に教わってからね、僕とか集まってくるんですよ。そういう方たちの結構多くがね、私の先生は黒を使っちゃいけないって言ったんですけど、本当ですか？とか。もうそういう質問今までたくさん受けました。間違いです。黒色を使って何が悪い？っていうのがね、柴崎の持論です。黒を使って何が悪い？黒も立派な色じゃないか。黒ぐらい暗いものはないんだ。絵で大事なのは明暗だか。明るいか暗いか。一番明るいのは紙の白ですよね。一番暗いのは黒です。黒を失って明暗がどう作るんだってね。だって水墨画見てください。あれは紙の白と墨の黒でできてるんですよ。黒を使いましょう。
でも、使うときにいろいろ注意もあるかもわかんないので、柴崎のね、YouTube 動画掘り起こしてみてください。ね、コロナについてのきっと話も及んでるかと思います。はい。さて、まだたくさんのかな？お、たくさんの。次。ちびはるさん。水彩をマスターするには何から始めたらいいですか？水彩っていうのは、とてもスペシャルな画材なんだよね。だって紙の白を残すんだから。難しいわけですよ。だから、ジャンルを一つに定めて、深く探求するのも大事だけど。やっぱり、ものを幅広く構築しようと思ったら、諸々の学問が必要なんだよね。もしね、あれ？だっけ、ちびはるさんがお若い人だったらね、あなたの人生まだ先長いんだから。もちろん水彩画やっていいんですけど、他の画材も試そう。そこから深く、広く、絵画ってものはどういうもんなんだろうって研究していったらいいです。でも、ちびはるさんがね、もう柴崎みたいにね、結構高齢の方だったら、まあ、いろいろやるにももう結構疲れるからね。では水彩やりましょう。水彩も面白い画材ですから、もう水彩が楽しいって方向でやっていきましょう。ね。それから、低金ローズさん。って読んでいいのかな？低い近いって書いてあるんだけど。どうしたら絵が上手くなりますか？特に背景がうまく描けるコツを知りたいです。なるほど。まあ確かにそうですね。背景の描き方一つによって絵もね、もう良くも悪くな、もなりますね。でもね、このね、まあ大概の方はね、このね、まあテーマっていうか主題ですね。それをね、一生懸命上手に描こうとするんですよ。そして、この背景をね、まあ、これは、くっつけ物っていうかね、添え物っていうか、そのように考えてる人多いんですね。で、それが証拠にね、ここ真ん中大事なもん書いてからね、僕によく質問する生徒さんが今まで多かったです。先生、このね、余白はどうしたらいいですか？ね、背景どうしたらいいですか？こっちを書いてからこっちをね、質問するんですよ。違うんだよね。ここと、この大事なものはね、一緒です。だって、これとここが一緒になって一つの絵になってんだもの。だから、例えばあなたが、ね、赤いお洋服着て、この赤いお洋服がとても引き立つようにしたかったら、緑の草原に行ったらいいんですね。例えばそんなことなんですよ。そのくらい、この、やる背景とやれるね、処理はとても重要です。003。いつもいい作品を見せてくれてありがとうございます。突然ですが、あなたみたいに素敵な作品を描くにはどうしたらいいですか？突然ですね。僕みたいな素敵などうもありがとうございます。ねえ、想定もいただけるだけで、もう柴崎、十分幸せです。まあ、素敵かどうかっていうのはね、個人差もあるからね。いや、そういう絵はちょっと好みじゃないとかね。ああいうものは私あまり好きじゃないとかね。もうそれはいろいろだと思います。で、まあ、003は僕の作品がね、素敵だと思ってくれてるんですね。まあ、そうしたら、まずは模写紙を。まあ、真似してみる。ね。どんなものでもね、お師匠さんっているんですよ。絵はオリジナルでいくら言ったって、どんな絵描きでも必ず誰かの影響を受けるんですよね。それは神様と違うんだもん。だから、003さんも、まあ、もしよかったら、ね、柴崎の基礎編とか優しいのかいろいろ出してますので、ご覧になってね、模写してみてください。ね、写してみてくださいね。はい。次、グリコさん。先生の可愛い猫ちゃんをもっとたくさん紹介してください。ここにマロンちゃんいるんだ。マロンちゃんほら、僕は呼んでるよ。登場です。はい。ね。これからもね、出てくれるよね。はい、よろしく、マロンです。はい、じゃあまたこれね。はい、グリコさんありがとう。それから次、
風味たん。絵が下手な人でも上手に描けるようになりますか?って。これは、なんだってやらないことには始まりません。こうなったらああなるかなとか考えてるわけじゃ何にも始まらない。ね。例えば、ね、かけっこ遅い人だって頑張れば、今までよりも早くなるわけです。だから、私ちょっと絵が上手じゃないなと思っても、やっていけば、今までよりは良くなる。間違いないんだよね。だからやりましょう。ね。その時に、柴咲の動画が少しでもお役に立てば柴咲も嬉しいし、何よりも一緒に楽しく描きましょう。ね。から、よっしゃ、江戸萌さん。柴咲先生から直接絵を教わりたいんですが、教室などお持ちでしょうか?教室など。持ってます。持ってるんだけど、ご存知のようにね、今新型コロナですよね。だからもう全く、閉鎖してます。いつ再開できるか、全然見通しが立ってません。だから、柴咲の動画から学んでください。柴咲もできるだけ、そのように学べるように、動画も作ってるのありますからね。見てくださいね。で、実はね、ちょっとここだけの話なんですけど、まあ、そのようなね、ご希望の方が非常に多いんですね。で、でもできないでしょ?今、新型コロナで。そこで、オンラインでね、そのような講座をね、ちょっとやってみようかなとね、今、少しずつ準備してます。ですので、もしそれが、ね、解説された暁にはね、まあその時ね、まだその時も絵を習ってみようってお気持ちがあったら、参加してください。ね。そして、山岡さん、柴崎先生、いつも素敵な作品ありがとうございます。いや、こっちもありがとうね。で、見てくれて、ぜひ生で見たいと思うのですが、個展など開催する予定ありますか?あります。あるんですけど、新型コロナでね、非常に不安があります。ね。もう開催予定なんですよ。だけど、オリンピックとなってね、直前なるまで、またちょっとね、クエスチョンマークの時あるんですけど、やる予定はあります。またですから、これは本気にもう開催できるな、という時になったらね、この YouTube で、まあ、ご案内差し上げたいと思います。はい。ということで、ね、大変長くなりましたが、まあ今日できる限り、皆さんたちのご質問にお答えしたつもりです。ただ、お断りしておきますけども、これはあくまでも柴杉個人の私見ですからね。はい。そう思ってご理解くださいね。はい。今回も最後までね、長い時間ご覧くださってね、本当にありがとう。今日マロンちゃんも一緒に出てきましたよ。またお会いしましょう。はい。それではまたね。